段の浦パーキングエリアは、山口県下関市、段の浦町の関門橋上にあるパーキングエリア。左、旗小屋ミ売店関門海峡を眼下に望み、対岸には九州を見渡せる位置に設置されており、多くの車が休憩する。地形の関係もあって、本線の上り線側に施設が集約されているため、本線とは関門橋を一旦くぐる形で接続しており、 エリアからは関門橋を見上げる形になる。24時間営業の売店やレストランが設置されている。これは本州の対岸に位置するメカリ PA についても同様である。ただし、この先の九州道小貝水 A、東九州道今川 PA までガソリンスタンドがないので注意が必要である。 2008年4月23日に、本 PA の隣接地に株式会社旗小屋が経営するホテル、ファミリーロッジ旗小屋ノウ裏 PA 店がオープンした。これは、名神高速道路エスへ下り線、レストインタが、東米高速道路足柄 s へ上り線、レストイン足柄に次ぐ国内で3番目のハイウェイホテルとなり、西日本高速道路管内では、初のハイウェイホテル導入となった。 レストラン施設はオープン以来、下関市に本拠を置く株式会社ユニコンが手掛けている。2016年の間は、フグ料理店などを展開する株式会社関門会が運営していた。2021年6月19日にリニューアルオープンした。同年8月27日には、新トイレムネと屋上展望デッキがオープン。ありがとうございます。